リンマニュエル・ミランダは、アメリカ合衆国の作曲家、作詞家、劇作家、歌手、俳優。ブロードウェイ・ミュージカル、イン・ザ・ハイツ及び、ハミルトンの制作及び出演で知られる。ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの映画、モアナと伝説の海では、サウンドトラックを共同で手掛けた。これまでに、ピュー・リッツァー賞、グラミー賞3賞、エミー賞、マッカーサー・フェロー、トニー賞3賞、 ハリウッドウォークオブフェームの星を受賞し、2018年、ケネディセンター名誉賞を受賞した。2008年、ブロードウェイで初演された、ミュージカル、インザハイツで、作曲、作詞、主演した。これにより、トニー賞ミュージカル主演男優賞にノミネートされ、トニー賞オリジナル楽曲賞を受賞し、2009年、キャストアルバムが、グラミー賞、ミュージカルシアターアルバム賞を受賞し、 作品はトニー・ジョー・ミュージカル作品賞を受賞した。2009年のブロードウェイ版ウエスト・サイド・物語のスペイン語版の制作準備を行い、2012年ブロードウェイミュージカルチアーズの共同プロデュース及び作詞作曲を行った。テレビではジ・エレクトリック・カンパニー・ドゥ・ノー・ハームなどに出演した。2016年 サタゲーナイトライブのゲスト司会者を初めて務め、初のエミー賞大友情ノミネートとなった。映画では、スター・ウォーズ・フォースの覚醒のワンシーンに音楽及び声の出演をし、ミュージカルアニメ映画、モアナと伝説の海では、全11曲を手掛け、主題歌、ハウファー・アイル・ゴがアカデミー歌曲賞及びゴールデングローブ賞主題歌賞にノミネートされ、ミュージカルファンタジー映画、 メリーポピンズリターンズでは、ジャック役を演じ、ゴールデングローブ賞映画部門主演団優勝にノミネートされた。2015年8月に開幕したブロードウェイミュージカル、ハミルトンで、脚本、作曲、作詞、主演を務めたことで広く知られている。ハミルトンは、評価が高く社会現象となり、ピューリッツァー賞技曲部門、グラミー賞、 ミュージカルシアターアルバム賞を受賞し、トニー賞において史上最多16部門でノミネートされ、ミュージカル作品賞、オリジナル楽曲賞、ミュージカル脚本賞を含む11部門受賞した。主人公、アレクサンダー・ハミルトンを演じ、トニー賞ミュージカル主演団優賞にノミネートされた。キャストアルバムが、ビルボード史ラップアルバムチャートで10週連続第1位を獲得し、 ミランダが制作したハミルトンの楽曲のカバーアルバムハミルトンミックステープが2016年12月にリリースされビルボード200で第1位を獲得した。ミランダは特にプエルトリコの代表として政治的に活動的である。2016年プエルトリコの債務免除を求め政治家たちと面会し2017年プエルトリコを襲ったハリケーンマリアのチャリティ及び 救済活動を行った。ミランダは、臨床心理士の母ルスタウンズと民主党顧問で、ニューヨーク市長、エドコッチの顧問でもあった父類末ミランダのもとに、ニューヨークで生まれ、マンハッタンク、インウッドで育った。アネルスは、ミラムグループの最高財務責任者を務めている。幼少期から10代の頃、年に1ヶ月間は、プエルトリコのベガルタの祖父母のもとで過ごしていた。 ミランダ一家はほぼプエルトリコの流れを組んでいる。母方の祖先には黒人女性祖父と結婚した白人男性デイビッド・タウンズがおり、1800年代初頭、夫妻は法律や政府が変わり、奴隷生活から抜け出すことを望んでいた。その後、タウンズ一族の一部はメキシコやテキサス州に住むメキシコ人と結婚し、その流れでミランダは、 メキシコ人のクオーターでもある。リンマニュエルという名は、プエルトリコ人作家ホセマニュエルトレスによる、ベトナム戦争を題材とした、詩ナナロハ・パラミーホリンマニュエルから名付けられた。子供の頃、ミランダはジングルを作曲しており、後に、うちの一曲が、エリオット・スピッツァーの2006年ニューヨーク州知事選に、使用された。ハンター・カレッジ小学校。 ハンター・カレッジ高等学校に通学し、マニュエルが学校演劇に所属した時、演出を担当したクリス・ヘイズ、高校でミランダをいじめていたが後に友人となったラッパーのイモータル・テクニックと同級生であった。ウェズリアン大学に進学し、ヒップホップコメディ劇団、フリースタイル・ラブ・シュプリームを共同で創立した。1999年、大学2年生の頃、 インザハイツの初期の原案を執筆した。学内の劇団、セカンドステージでの上演が決定後、ミランダはフリースタイルラップ及びサルサの曲を追加し、1999年に上演された。在学中、複数のミュージカルの執筆及び演出を行い、ミュージカルからシェイクスピアまで幅広く多くのプロダクションに出演した。2002年、大学を卒業した。 2002年、ミランダとジョン・バッファロー・メイラーは演出家、トーマス・カイルと共に、インザ・ハイツ改訂版を制作した。2004年、脚本家、キアラ・アレグリア・ヒュディスが参加した。オフ・ブロードウェイでの上演成功後、2008年3月、ブロードウェイに進出した。トニー賞13部門にノミネートされ、ミュージカル作品賞、オリジナル楽曲賞を含む4部門を受賞した。2009年、 グラミー賞、ミュージカルシアターアルバム賞を受賞した。主演ウスナビ役を演じ、トニー賞ミュージカル主演男優賞にノミネートされた。2009年2月15日、ミランダは、インザハイツ、ブロードウェイ公演を交板した。2010年6月23日から7月25日、インザハイツ全米ツアー公演のロサンゼルス公演にて、ウスナビ役を再演した。また、 プエルトリコのサンフラン公演の際、再演した。2011年1月9日に29、プレビュー公演、1185本公演上演後に、閉幕するまで、2010年12月25日から、ブロードウェイ公演で、ウスナビ役を再演した。この頃、ミランダは2009年ブロードウェイ再演、ウエストサイド物語スペイン語版の脚本を、執筆しつつ、 スティーブン・ソンドハイムと共に歌詞をスペイン語に翻訳していた。2008年、作詞作曲家スティーブン・シュワルツの依頼により、1978年のシュワルツ及びニナファソの共同脚本によるミュージカルワーキング改訂版に新曲2曲を提供し、2008年5月にフロリダ州サラソータにあるアソロレパートリーシアターで開幕した。ミランダは舞台だけでなく、 映画やテレビでも活動している。2007年、テレビドラマ、ザ・ソプラノ在宗のマフィアシーズン6のエピソード、薬災にゲスト出演し、2009年、ドクター・ハウスのシーズン6初回に時間スペシャル、壊れた、ハウスに出演し、精神病院で、グレゴリー・ハウスと同室のアルビアクを演じ、2010年5月に、同役を再演した。セサミストリートに、たびたび出演し、 マーレイさんの羊のコーナーのテーマ曲も歌っていた。エレクトリックカンパニー2009年版に出演を呼び、作曲を行い、カレッジユーモアをネタにした、ハードリーワーキング、ラップバトルに、インターントラッパーを掛け持つ、本人役を演じた。この数年間、出身高校で英語の教師、マンハッタンタイムズがミでコラムニストを呼び、レストランレビュアー、コマーシャル音楽作曲を務めた。 チアーズ。ミランダは、トム・キッお及びアマンダ・グリーンと共に、チアーズの作詞作曲を行い、2011年1月に、ジョージア州アトランタにある、アライアンスシアターで初演された。2011年10月30日、カリフォルニア州ロサンゼルスで、全米ツアー公演が開幕した。2012年、ブロードウェイに移行し、セント・ジェームズ・シアターにて7月12日に、 プレビュー公演が8月1日から本公演が期間限定で開幕し12月30日に閉幕した。トニー賞においてミュージカル作品賞及び振付賞にノミネートされた。他の舞台関連2012年2月、ミランダはニューヨークシティセンターで行われたコンサートアンコールでメリリー・ウィーロール・ア・ロングのチャーリー役を演じた。2014年、 第67回、トニー賞受賞式のオープニング曲、ビガーオキッドと共に作曲し、エミー賞を受賞した。2014年、一幕物のミュージカル、21チャンプ、ストリートの作詞作曲を行い、6月7日、ブルックリンアカデミー・オブ・ミュージックで行われた一回、限りの上演でナレーター役を務め、6月20日、その模様は、 NPR のディスアメリカンライフで放送された。6月下旬、2014年6月版、アンコール。にて、ジャニンテソリ芸術監督、オリバー・バトラー演出の下で、ジョナサン・ラーソンの、ティック・ティック・ブームの再演を行った。2014年初頭、コメディデュオのスキビーズのショーに、ゲスト出演した。映画及びテレビ出演2012年。 ウォルトディズニーピクチャーズの実写映画、ティモシーの小さな奇跡で、早くのレジー役を演じた。この頃、テレビにもたびたび出演していた。2011年、テレビドラマ、モダンファミリーのエピソード、ノーと言える父親に出演した。2013年、NBC のドラマ、ドゥーノーハームに、ルーベン・マルカド役で、レギュラー出演した。2013年11月、CBS のシットコム、 ママと恋に落ちるまでのエピソード、ベッドタイムストーリーズに出演した。2016年、ハミルトン2008年の休暇中、ミランダは、ロンチャーナウによるアレクサンダー・ハミルトンの伝記を読み、これに着想を得て、ハミルトンについてのラップを作成し、2009年5月12日、ホワイトハウスで開催された、イブニング・オブ・ポエトリー、ミュージックアンドザ・スポークン・ワードで、 アレックス・ラカモアと共に披露した。その後一年かけて、ハミルトンの曲、マイ・ショットを作曲し、ハミルトンの知性が表現できるよう幾度となく、改定を加えた。2012年までに、ハミルトンの生涯を元にした、商品集、ハミルトン・ミックステープを上演し、ニューヨーク・タイムズ紙は、とても斬新と評した。2015年1月には、オフ・ブロードウェイにある、 パブリックシアターにて、トーマス・カイル演出によるミュージカル、ハミルトンが初演された。ミランダは、脚本、作曲、作詞、主演を務めた。高評価を得て、チケットは完売となった。2015年、チャーナウとミランダはこのミュージカル制作の功績を、称えられ、ニューヨーク歴史保存会から、ヒストリーメーカーズ・アワードを受賞した。2015年、 ブロードウェイにあるリチャード・ロジャース・シアターにて7月に、プレビュー公演が、8月6日に本公演が開幕し、高評価を得た。プレビュー公演開幕日、抽選入場券に700名以上が並んだ。2016年8月31日まで1年以上、チケット購入券の抽選は、ハム4ハムとして、会場の外で見らんだお及び出演者らによる、パフォーマンスを交えて行われていた。 ミランダは、格上演で、工業収入の3%を得ており、2017年7月まで2270万ドルを獲得した。メディアを再生する、オバマ大統領の示すカードに合わせて、フリースタイルラップを披露する、ミランダ2016年3月15日、ハミルトン出演者たちは、ホワイトハウスでパフォーマンス及びフリースタイルラップのワークショップを行い、ミランダは、 オバマ大統領の示すカードに合わせてフリースタイルラップを披露した。2016年4月、ミランダとジェレミー・マカーターは、ハミルトンの構想からブロードウェイでの成功の肯定、及び文化的革命についてを記した書籍、ハミルトン・ザ・レボリューションを発表した。2016年5月、アレキサンダー・ハミルトン役のミランダの演技で、ドラマリーグアワード演技賞を受賞した。 2016年6月12日、ハミルトンは第70回トニー賞において13部門で16ノミネートし、11部門で受賞した。2016年7月9日を最後にハミルトンを降板し、将来の再演を誓った。2019年1月11日から27日、プエルトリコにてアレキサンダー・ハミルトン役を再演したが、2018年11月に、 発売されたチケットは3時間で完売した。2016年、ハミルトン制作についてのドキュメンタリー、ハミルトン・エス・アメリカが10月1日、ニューヨーク映画祭でプレミア上映され、10月21日、PBS のグレートパフォーマンスの中で放送された。ディズニー2013年冬、ディズニー社と面会し、ウォルト・ディズニー・アニメーションに6曲分のデモを提出した。 その結果、ディズニーとコラボレートした作品を以下に示す、舞台及びテレビでの出演2016年1月24日、レミゼラブル、ブロードウェイ公演において、舞台外から群衆の声で、亀を出演し、幼少時代に、ブロードウェイでの初歓激作品となった同作に、出演したいという幼少時代からの夢を叶えた。二千十六年四月十四日、ジョン・オリバーのトーク番組において、 プエルトリコの債務危機器の再建についてのラップを披露した。2016年10月8日及び2017年7月、サタゲーナイトライブのゲスト司会者を務め、エミー賞にノミネートされた。2017年、ラリーのミッドライフクライシスに本人役で2エピソード出演した。2016年8月、ミランダはアランメンケンと共にディズニーのリトルマーメイドの 実写リメイク版の作曲を行うことに同意した。また、マーク・イ、e、ー・プラットと共にこの作品をプロデュースすることとなった。2018年現在、映画公開日は発表されていないが、2017年7月には、メンケンは、ミランダと共に作曲を開始したことを発表した。2016年、ミランダは、パトリック・ロスファース著キング・キラー・クロニクルの、 ライオンズゲートによる映画化及びドラマ化のエグゼクティブプロデューサー及び作曲を務めることに同意した。2018年7月、イマジンエンターテインメントは、ジョナサン・ラーソンの半自伝的ミュージカル、ティック・ティック・ブームで、ディア・エヴァン・ンセン脚本家のスティーブン・レベンソン、脚本により映画監督デビューすることを発表した。またロン・ハワード及びブライアン・グレイザーと共に、 プロデューサーを務めることとなっている。2020年、カーク・デミッコ監督によるソニー・ピクチャーズ・アニメーションの映画ビーボに新曲11曲を提供する。2010年、法律事務所のジョーンズ・デーの弁護士で高校時代の友人であったバネッサ・アドリアナ・ナダルと結婚した。結婚式においてミランダは屋根の上のバイオリン弾きの楽曲ツ l i f e を演奏し、 YouTube で公開された動画は600万回以上視聴されている。2014年11月、長男が誕生した。2017年12月3日、ミランダはナダルが次男を妊娠中であることを発表した。2018年2月、次男が誕生した。2009年、カージェ13ロプエルトリコでのコンサートにおいてミランダは演奏に招聘され、メンバーのレジデンテ及びレアナと、 親戚関係であることが判明した。舞台裏にて、レジデンテとイレアナの母親が、プエルトリコ独立党創立者のヒルベルト・コンセプシオン・レガルシアとのつながりを明かした。以降、ミランダとレジデンテは、互いの関係を認めている。2017年、レジデンテのデビューアルバムにおいて1曲目で共演した。ミランダは、ピューリー・ツァー賞1回、トニー賞3回、グラミー賞3回、 エミー賞1回、ローレンス・オリビエ賞1回受賞し、アカデミー賞にも1回ノミネートされている。2015年、マッカーサー・フェローから助成金を受けた。2016年、タイム誌により、タイム100の一人に選ばれ、プエルトリコウォークオブ・フェームに星を埋め込まれた。2017年6月、年内にハリウッドウォークオブ・フェームに星を埋め込まれることが発表され。 2018年11月30日、生が埋め込まれた。2018年12月、ハミルトン政策を称えられケネディセンター名誉賞を受賞した。2015年、ミランダはスミソニアンマガジンのアメリカン・インジェニュイティ・アワード歴史部門を受賞した。2009年、バンハタイク・ワシントン・ハイツにあるイエシーバー大学において元ニューヨーク市長。 江戸こっちから最年少で名誉学位を受けた。2015年、母校ウェズリアン大学から名誉文学学位を受け、卒業式において祝辞を述べた。2016年5月、ペンシルベニア大学から名誉芸術学位を受け、卒業式において祝辞を述べた。ありがとうございます。